皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。どうもしもぐでございます。祝チャンネル登録者数600人突破でございます。ありがとうございます。今回はですね、本当に、チャンネル登録者数600人いきました。前の動画でですね、600人突破というねタイトルでやって、実は600人いってなかったっていう動画はあったんですけど、どんな動画上げてんだよと思いますけど、まあ、今回は本当に、600人突破させていただきました。だから残り、今年中に、1000人いかなければ芸人辞めます宣言してから、残り1000人まであと400人となっております。まずはお礼をね、皆様にお伝えしたいと思って、今回は感謝の、気持ちを伝えたいと思って、動画にさせていただいております。皆さん本当にありがとうございます。600人あと400人で、ございます。本当にですね、あと3ヶ月で400人というね、厳しい数字ですけども、諦めずにね、最後までやりたいと思いますんで、正直なところですね、やっぱり今こうやって諦めずにやりたいと思いますって言えるのは、やっぱこう応援してくれてる人がいるからなんですよね。本当にね、いろんな人がやっぱ応援してくれてます。まあ、応援してくれてない人もいますけど、さあそれ当然ですけど、やっぱりね、そう簡単にね、はい、じゃあ1000人行きませんでした、やめますとはね、言えない気持ちがやっぱ出てますね。自分だけのことじゃないというか、やっぱ応援してくれてる人のために、1000人行って、やっぱ来年も続けなきゃいけないなと。まあ、特にですね、私のね、両親とかね、母親なんかはね、本当に応援してくれてるんですよ。常にですね、私が手作りした名刺、私の名刺、しもぶーちゃんっていう名刺の、チャンネル登録してくださいっていう名刺をね、常に、カバンに持ってくれてるんです。でさ、なんか知り合いとかあったら、常にそれを出してね、チャンネル登録してって頼んでくれてるんですよね。そういう姿を見ちゃうとね、やっぱり絶対に1000人行かないといけないなと思うんですよ。もう自分だけの夢じゃないというか、なんかもう自分だけのことじゃないんですよね。なんだろう、そんだけのことしてもらってて、ましてやもうこの年まで自由にさ、夢追いかけさせてもらってて、それ以上にまたそういうチャンネル登録、知り合いとかに声かけてくれるてるんですからね、まあ、周りの人もそうですよね。ほんとそう、応援してね、なんか拡散してますとかね、周りに言ってくれますとか言ってくれることがですね、本当にありがたいんでね、まあ、正直なところ本当に、もう諦めようかなと思った時、思う時もあるんですよ。やっぱ私も人間だから、もう私自身もね、そんなに強い人間じゃないので、やっぱり弱いと思ってる自分自身がね、だから本当にもう諦めて、なんかね、きっぱりここでね、なんかねそうなんですよ。だからいろんな人のね、に支えられて、で私がこう立ち上がって楽しくこうやれてるのは、やっぱ応援してくれてる人がいるからなんです。本当にだからもうありがたいんです。何回も正直ね、ボクシングでいうとダウン取られてるんです。でもダウン取られてるけど、また立ち上がれてるのはやっぱり、周りにいる応援してくれてる人の顔とか、そういうね、声援があるから、やっぱ立ち上がれてるんです。これがね、一人だったらもうあっという間にダウンしてますよ。もう私は負けてますよ、この戦いにはね。だから本当に、感謝してもしきれません。だからあと残り400人、何回もダウン取られても、3ヶ月なんですね、何回もダウン取られても、私はね、しぶとくね、ゾンビのように立ち上がりますんでね、最後まで立ち上がるつもりです。最後の最後までもうダウン取られても、立ち上がって、戦っていきたいと思いますね。残り400人、頑張りたいと思いますので、引き続き皆様、パワーいただけると嬉しいと思います。私もね、できればね、
皆様にパワー、差し上げることが目標です。そしてですね、やっぱりね、目標は叶うんだというね、姿をね、やっぱ見せたいと思います。そしたらね、やっぱ少なからず、まあわかんないけども、なんか勇気を与えられるかなと。まあ大した目標じゃないんですけども、なんかこうやって必死に、今年正直1000人目指してきて、ちゃんと叶ったんだ。そしてまた来年芸人やるんだっていう姿を見せれば、なんか伝わってくれればいいなと思うんですよ。この見てる視聴者の方に。何かしらの僕の気持ちが伝わってくれれば、なんか諦めない心って大事なんだなと、やっぱり、自分さえ諦めなければ夢は叶うっていうか目標は叶うんだぞっていう姿をね、お見せできたらなと思ってます。お見せできたらなじゃないです、お見せしてみせますんで、必ず1000人達成して来年も芸人続けてもらいますんで、本日はですね600人突破、本当に、皆様ありがとうございました。じゃあこんな感じで終わりたいと思いますんで、もしよければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。